やっほー、あやです。はい、ということですね、今は夜ご飯です。今日は見ての通り、見ての通りっていうか、ポップアップがね、終わったんですね、今。ありがとうございました。ということで、これもね、ポップアップでね、動画でつけてくださいって言ってくれたんです。ありがとうね。もう早速つけてるよ。はい、ということで夜ご飯食べます。うどん、うどんに担々麺みたいな、なんなのこれ。いや、上からかけただけです。なんかいただきます。うんうんうん。なんか最近本当に申し訳ないんですけど、全然個人動画、個人チャンネル上げれてません。本当にすいません。言い訳をさせていただくと、 YouTube 以外のお仕事が立て続けに入ってて、今もう仲間ち兄弟もカツカツなんですよ。ストックがなくて。本当にね、まずはね、ポップアップの話をしたくて、もう本当に皆さん会いに来てくれてありがとうございました。もう正直、本当に幸せだったの。心の底からね。で、もう本当、1年ぶりとかかな。その本当に直接会えるイベントが。前は、スタイルブックのイベントだったんだけど、あれも本当に人数が少なくて、100人も当たらないぐらいのイベントだったから、全然たくさんの人に会えなくて。でも今回は、ジャスターヌーンのポップアップっていうことで、結構本当にたくさんの方が来てくれて、ね、はじめましての人もいたし、あやのイベントに来てくれた子とかもいたんですけど、もうね、本当にね、改めて、本当に幸せ者だなって本当に感じたの。でね、あやにね、会って泣いてくれてる子とかいたりとか、遠くから会いに来てくれたりとか、本当に私もらい泣きそうになっちゃって、あ、自分ってこんなに愛されてるんだって改めてこう感じて、本当に幸せな時間でした。本当にありがとう。でね、さっきね、手紙をね、こんなたくさんいただいたんですけど、今さっきね、全部読んで、もうボロ泣き。もう手紙見ながらマジボロ泣きね。本気ボロ泣き。私本当に手紙が大好きなんだけど、本当にみんなね、たくさん手紙とかプレゼントとかくれて、ベアたちのおもちゃとか、そういうのくれたりとか、こういう可愛い、こういうの作ってくれたりとか、アルバムとか、本当にありがとう。自分ってこんなに愛されててもいいのかなって思っちゃいました。うざ。本当にね、今回来れなかった子とかもたくさんいたと思うんだけど、私本当に、本当に本当に、私の人生の半分は、もうファンでできてんの、マジで。だから、もう毎日 DM 見るのが生きがいだし、毎日メンション見るのが生きがいだし、コメントとかね、全部そういうのをしてくれて見るのがもう人生の生きがいなのね、本当に。で、それを本当に直接、コメントとかでも嬉しいのに、直接こうやって思いを伝えてくれたりとか、手紙、手書きでこう書いてくれたりとか、もうそれが本当に幸せで、でもっともっと会えた子はもちろん、会えなかった子にも愛情がもっともっと注がれた。なんかもう本当にみんなありがとうっていう、改めてね、そう感じたんです、私は。なんかもう本当にみんな、もう毎日毎日本当に本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです。またね、ポップアップとかやろうと思ってるので、あと仲間兄弟でもね、イベントをしたことがないから、仲間兄弟でしたりとか、頑張るので、ほんと皆さん、ぜひ会いに来てください。会えなかった人とか。地方の人とかね、会えなかったと思うから、今度は地方を自分が行ったりして、地方に住んでる子たちにも会いたいなって思ってます。本当にポップアップの余韻やばいんだけど、マジで。一週間は余韻で満たされてる。でも、イベントがね、あるんで、カンコレ、TGC、あるのでね。カンコレも TGC も行きますって言ってくれる子がたくさんいて、ぜひね、うちわとか持ってきてくれたら、マジで気づくので、みんなうちわとかね、ぜひ作って、見つけさせてください。はい、来てくれる子は。そう、最近ね、ダイエットをしてるっていうのを、ストーリーとか、うわ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 、お前ダメだよ。ご飯中はダメ。ダイエットをしてるっていうのはね、ちょこちょこ他のところ行ったりしてるんですけど、がっつりね、うどん食ってるよね、みたいな。正直ね、私、痩せたいわけじゃないの、今。引き締めたいみたいな感じですかね。うん。筋トレはしたくないから、最近何を頑張ってるかって、食事制限はしてない。食事制限をすると本当にカリカリになっちゃうし、不健康な感じで痩せ方になっちゃうから、まあちょっと、食事制限はちょっと。例えば、夜炭水化物を取らないようにするとか、そんな感じ？なんか寝る直前ご飯食べないとか、ほんとそんな緩い感じなんだけど、もう私なんせ、ウェーブなんですね。体型が本当に、ザ・ウェーブっていう体型なんですけど、だから本当に、下半身がね、痩せづらいですね。あと、むくみやすいから、最近は、まあ半身浴も、半身浴は毎日やってんだけど、足のマッサージとか、メディキュット履いたりとか、ゴロゴロのさ、ローラーみたいなやつあんじゃん。ドンキの購入品紹介で買ったやつなんだけど、それをやったりして、足痩せ頑張ってる。あとはあれ、ピラティス？はい、ピラティス頑張っちゃってます。いや、マジでピラティスって、激しい運動しないのね。なのに筋肉痛になるの。すごくない？
モンストロ人生初めて関西コレクションにね出していただくんですよ。あと5日後ぐらいですね、4日後とかそのくらいなんですけど、関西のねファンの子に会えるのねとっても楽しみにしております。あとはカンコレはみんなのストーリー見る感じ、裏で出てるなんか屋台みたいな食堂みたいなところがあるらしくて、それこそ美味しいらしいの。いやそれ楽しみ食べ物目当て。最近生理来たのね。なんか毎回さ、生理ってさ、今回の生理は食欲やばめとかさ、今回の生理は情緒不安定めとかあるじゃん。私今回情緒不安定系なのね。マジでイライラが止まんないの。なんか何にしても自分に対してもイライラするし、順平に対してもイライラするし、今回マジで情緒不安定すぎてやばい。本当にマジでさ、女ってさ大変だよね。そう、わかんの今脳で自分で話したわ。なんかさ、女ってさ毎月毎月生理というさ戦いに押してるわけじゃん。でさ、1ヶ月に対して1週間奪われるって結構でかいよ。に対して男はないわけ。それがそう思った時に女の方がすごくねって思ったわけ。女はもう毎月毎月戦ってるんですよ、生理痛と。生理痛、イライラ、食欲、すべてにおいてね。だから私ね、本当にね、男で女に対して上からみたいな人、もう私最近なんか友達の彼氏でめっちゃみたいな、話聞いてるだけでイラついたことがあって、すべてが上からの人っているじゃん、男の人でね。いいんだよ確かにさ、もし女の人がダメなことをやっちゃったとかでね、上から言ったりするのはいいんだけど、なんか生活においてなんか全てが上からな感じとか、もう私本当にダメと思って、今情緒不安定だから結構もう本当にさ、私毎月思うの。毎月毎月こう生理くんじゃん。でもう本当に私10代の頃はマジで生理痛とかもなかったし、情緒不安定とかもなかったんだけど、マジで20歳過ぎてからなんかすごい増えたの。本当にね、生理痛が結構ひどくなってきて、どんどんあーみたいな。でお腹痛いの。でさ、こうやって車とか乗っててさ、あーお腹痛いなと思ってさ、こうやってパッてさ外を見るわけ、このタクシーの中から。そうするとさ、男が歩いててさ、男が歩いててだけでイライラするみたいななんでお前ら生理来てねえんだしみたいな、こっち今生理なんだけどみたいな心の中で一人でイライラしてんのやばすぎと思って。でさ、なんかみんなね最近考えんのよ、すごい。友達でね、なんか整形した子とか、結構さ今さ整形とかって普通になってきてるじゃん。全然あやも別に整形に対して何とも思わないし、偏見もないし、もう何とも思わないんだけど、本当に女子ってすごい頑張ってるじゃん。なんか例えばさ、胸が小さかったり言われるとか、だからさ胸がちっちゃい子はさ毎日それがコンプレックスで生きてきたりとかさ、もう実際あやもそうなわけ。まあコンプレックスまではいかないけど、水着を着たら言われるわけ。なんで言われなきゃいけないのと思って。で私は自分の意思が結構強めなタイプだからなんかはみたいな感じで思うタイプなんだけど、やっぱそれで悩んじゃう子とかいるわけじゃん。それでね、包茎をしたりとか、二重にしたりとかさ、ヒアルロン酸入れたりとか、顔細くしたりとか、脂肪吸引したりとか、みんなしてるわけで、痛い思いをしてまで女の子は頑張ってるのに、それに対して言うじゃん、デブとかさ、普通にブスとか、ひどい、可愛くないとかさ、パイないとか、どうなのそれはと思って。私今もう本当に生理中だから生理中だからって言えば何でも許されると思う女子っているよね。あやです。なんか私はね、本当に本当に自分の痛みとか本当に弱いタイプだから、整形するっていう判断はできないのね、自分は。痛そうで怖いが勝っちゃって整形とかできないんだけど、それを今この世の中結構の女子、大半の子はね整形を選ぶわけじゃん。本当になんかすごいなと思って。女子は痛い思いしてまで可愛くなって頑張って努力してるのに、男はそれに対して整形とかいろいろ言ったりとかさ、どうなのって思いませんか。もう私の視聴者さ全然男の人いないからさ、こんなんさどうなのとか言ってもさ、全然なんていうの、女子に刺さるだけっていうか、女子の気持ちを共感それなみたいな感じにしかなんないと思うんだけど、そう、私ね毎回生理が来るたびにね、イライラの矛先がね男に行くの。男子はさみたいな、絶対さなんかさ合唱校の時に歌わなかった男子にさ怒る女子みたいになるんだよね。あのさ男子みたいな感じになる。本当になんか今さアベンジャーズやってるけどね、この男たちも生理ないんだもんね。かっこいい俳優たちもいいな
みんなさ、生理って何歳からしてた？私マジで生理っていうのが本当に知らなかったの。結構みんなより、なんかさ、周りって結構知ってんじゃん。例えばさ、性についてとか性行為とかもさ、結構みんなさ、どこで知ったのって感じでさ、みんな知るじゃん。で、私マジでそういうことを知るのが本当に遅くて、それこそ生理もマジで中1ギリギリまで知らなかったの、生理を。で、友達と遊んでる時に生理が来たのね。で、それでキャーみたいな叫んだのよ。それで友達にどうしたのって言われて、ちょっと待ってみたいな、マジだよ、ちょっとマジで病気かもみたいな、なんかさ血ついてんだけどみたいな言って、あ、それ生理だよみたいな、おめでとうみたいな感じだったの。で、え、生理って何みたいな。で、それ、毎月来るよそれみたいな言われて、え、生理毎月来んのみたいな。で、血が出るやつだよみたいな、そこで友達に教えてもらって生理を知ったの。え、みたいな、毎月ってどういうことみたいな、意味が分かんなかったのね。そこで生理を学んで、月1来るってどういうことって今でも思いながら生きてるわけ。え、みんなさ生理知ってた？私マジで知らなくて、あと低気圧とか私高校生高2とかまで知らなくて、でみんな、うわ今日曇りだから頭痛いわみたいな友達が言ってたの。で、笑っちゃって、え、曇りだから頭痛いって何みたいな、笑ってたの。そしたら、え、みたいな、低気圧だよみたいな、雨の日絶対頭痛くなるよみたいな言って、え、どういうことどういうことみたいな、雨で頭痛くなるってどういうことみたいな。で、そしたらなんかそう低気圧みたいなやつでなんか頭が痛くなっちゃいますみたいな感じを学んで、え、みたいな、女子で低気圧生理持ちはマジでもうきついと思って、私低気圧はマジでないのね。そう、だから本当に私学ぶの結構遅いんだよね。何に対しても本当に人よりもたくさん驚くの。知らないから、ギリギリまで知らないから。そう、だからもうそういうのがあって、そう、何の話したか忘れてたけど、とりまあ生理つらいっていう感じです。今ほんと情緒不安定。もう中学高校とか、高校まではマジで生理痛とかなかったのにな。マジ二十歳過ぎたからさ結構来るよね。結構周りの友達とかでも多いんだけどさ、マジ辛いんだけど、まあこんな感じでね、今回は何が言いたかったかっていうと、マジで本当にみんなへの感謝の気持ちがもう本当に今日伝えたかったのはマジでそれ、マジでこのこと、本当にみんなありがとうっていう。会えなかった子とかもなんか DM とかはもう本当に毎日見てるし、メンションも毎日見てるし、愛を伝えてほしい。本当に私マジで本当にもうそれを生きがいに生きてるので、本当皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ありがとう、みんな来てくれたことも本当に本当にありがとう。ということで終わりま